地図上から軍玉閣の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。見ろ、装置だ。この位置にあるからにはきっと軍玉閣と関係があるはずだぞ。まさか、オイラを信じろ。この世界も俺に答えているのか。止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。あ、いや、またまさか玉子をわざとか。軍玉閣に招待するふりをして実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。うわ、怒ったぞ。そこの兵士、おとり捜査反対、卑怯だぞ。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。牽引全票。風と共に去れ。風神、妖豆、立ち去れ。消えるんだ。やめなさい。何事？
国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。ん、軍玉閣、君たち何者。招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは。奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。ん？私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほー、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七星にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。そうだ、幽閉様は天竺炎様がオイラたちを招待した理由を知ってるか。国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。え、君たちは凡人、彼らの守る対象だから、彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは奇弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの。うわぁ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海艇で案内人を探せばね。それから
では、また会いましょう、旅人。うん。あの幽変は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ない。でもピキーって感じでやればいいぞ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。風と共に去れ。熱々でしょ。チャンスだ。封じ。元気出してよ。ヨーマメ、話が通じないなら。消えるんだ。チャンスだ。助けてくれてありがとう。あの宝刀団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。分かってる。ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか宝刀団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。待った、あるものを探してるんだ。おや、どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの、箱は必需品だろ。
明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった、アイシングスライムの箱はこれで解決だな。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか。借りられるものがあったら借りたいんだけど。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた、唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに積み立ての花があるわ、一緒にどうかしら。やった、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。言われた通りだと確か。こんにちは、月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。この宮殿の位置は、すべての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時から、この宮殿を作るための資金を集めてきた。天中園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？
そしてあなたたちが防除旅館に着いた時に、あなたたちの動向を把握した。まさか、オーナーって七星の部下なのか？違うわ。防除旅館の者全員、私たちの部下よ。ブイブイ！奇襲機のところで。そうよね。ずっと上で見てたのか？こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。関心を持つのも当然よ。ええ。仙人と付き合いのあるあなたが、私たちを信じないのもわかる。今回は、誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて、長い戦争があった。たくさんの血が流れ、2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は、敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には、七神の座を手に入れられなかった、かつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく、俗世の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は、崩れない。次の元神が現れる。けれど、帝君のことは忘れないわ。その時、リーウェの人々と仙人の関係は、きっと昔とは違うでしょう。新たな時代でも、リーウェ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんて、するわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵は、とうにリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して、敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って、誰のこと？さあ、どう思う？謎謎でもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ、二人とも中へどうぞ。楽にして。我が家のように思っていいから。いいのか？ええ。ここに招待したのは、あなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。ん？これが伝説のあの壁か？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし
私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらい分かってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？と彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェの天誅宴として本気で抵抗しないと。総選儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。勝利の言った通りだな。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな？いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それが丸々1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう、一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ？ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ？金器、滅脚、何なんだ？ファデュイ、研究、コピー、お宝？じゃあないみたいだな。ファデュイが金器滅脚の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もう、ファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも金器滅脚の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も金器滅脚の札を持ってたな。調べてみるか？え、そうなのか？じゃあやめた方がいい？ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。
かも敵意丸出しだ。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。この模様どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜恩釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、危なそうだな。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。操船儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。やあ、時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ。どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七星であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七星の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって二番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、
あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵化州に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵化州は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生香の香炉に入れることが宗先の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。で、お前歌は得意か？ふーん、本当かな。やってみればわかるさ。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は宗先儀式に使えるか？残念だができないな。ですか？あ、お前、名前が思い出せない。こんにちは旅人、名前を覚えてくれたんですね。ところで軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。私、教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。はい。しまった。忘れてた。お、カン、なんか顔色が悪いぞ。それに、最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。あ
の時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？玉境台は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日玉境台で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。あ、ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、属世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。今の属世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに、神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？え、急に聞かれても、人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したら、きっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。
ああ、お浄堂の勝利先生か。千眼軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか仙人たちを止めるというか、双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが避難の的に全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に達したみたいだな。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今千眼軍と対峙してると聞いたよ。まずい。俺は王城堂に戻らせてもらう。風道主がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより神官はどこにあるかお前も考えてみるといい。と仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った神官ってなんだろうな。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？モラが全部ここで作られてるなら、
少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。あれ、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？ん？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。君たちのおかげで俺は苦労せずここを見つけられたけど、今更俺を止めようと？無駄だよ。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは、強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ、実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。実にいい力だ。これを試してみようか。みんなを守るからね。剣を入れよ。少しは成長したようだ。熱々でしょ。救急に降りた。消えるんだ。元気出してよ。悪くないね。グオパ、我が命を聞きたまえ。実にいい力。おとなしく捕まれ。は？は？熱々でしょ。くじ、少しは成長したようだ。
褒めてあげよう。へえ、これほどの実力、道理で宿女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。無駄だ。救急に寄り釣るよ。すりつぶすよ。さっさ、回避だけじゃダメだよ。グオパー剣を入れよ。狂乱のことか。ムードと風と共に去れ。無駄だ。救急に寄り釣るよ。封印厳禁。ああ、その剣筋確かに面白いだが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。神兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。ハハハ、なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。剣刃全表。かけっこしましょう、グオパー。
気を吹け。ふっかヨウマメ、立ち去れ。みんなを守るから、熱々でしょ。封じて、そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより、先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それって、おそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ。幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ、海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます。手段があるに決まってるだろ。ああ、禁忌滅却の札。思い出したぞ、ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に、女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。神を失った国は、ジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。
もちろんリーユエの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。なぜここに？ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか？互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ、何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエ校に近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。仙人たちが奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせだ。さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。
風と共に去れ。渦に魔神オセロ、その真力だ。我々は知っている。注意してよけろ。ミュージックスタート。ファギュリが攻撃を早めてますやるわね。この剣が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。ヨウマメ、立ち去れ。話が通じないなら攻撃が来るぞ。ファデュイメ、もうダメなのかい。これで元気を出しておくれ。この光、絶運の間の時と同じ。うわぁ、ヴィンバーヤの衝撃波だ。すごい。それ牽引全票。せやおとなしく捕まれ。ご戦だ。消えるんだ。料理の時間だよ。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。アンはこんな一面もあるのか。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。早すぎと筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。風と共に去れ。話が通じないなら叩くまででしょ。おとなしく捕まれ。牽引全票。熱々でしょ。封印厳禁。みんな気をつけて。魔神の力はおそらく極限まで高まっています。これさえ耐えればあとは平気。そうよね。風と共に去れ。封印厳禁。救急如立量。熱々でしょ。ヨウマメ、立ち去れ。師匠の技を喰らいなさい。グオパー、火を吹け。死の消えるな。おと
なしく捕まれ。軍玉閣に登るハデュイが知ってるわ。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍玉閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願おう。我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら、リユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて、偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。リュウンや、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から、限りある収入で、軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は賞賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。
私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあこの都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？皆様、この度はありがとうございました。何者だ？仙岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーウェは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーウェの契約は昔のことじゃ。今はもう、リーウェと人の契約の時代じゃよ。
港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、リュウン。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コウマ大勢。コウマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。ふう、人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない送船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず往生堂に行って勝利に聞いてみよう。お二人さん、何かご用でしょうか。往生堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、孔子。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と孔子だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち、銀融詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて、褒めてあげるわ。まあ、大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。落ち着けって。黄金屋での一戦みたいなのは、もうゴリゴリだぞ。11執行官のうち2人もいるんだ。助
戦わない方がいい。いや、黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。ふん、お前がファデューの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通りあんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。何の話だ？契約は成立した。何時に渡そう？ずいぶんと上から目線ね。何？勝利が元王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファディにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リユエコーは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。その通り。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまりもし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーウェを助けてたってことか？当然よ。それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーウェも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの淑女も、氷人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと、
感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。おいおい、言っていいことと悪いことがあるんだぞ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか？ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？普通に考えたら確かにないな。はあ？だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引謎に俺は手出ししないぞ。狂人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。送る主役は偽物。だけど時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど元王帝君の件もあったしな。な、元王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じっていう可能性あると思うか？言われてみれば、確かに、可能性は高いかも。わかったぞ。きっとそいつが魔人と結託して元王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかしどんなやつなんだ？今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい。それよりあの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。総選儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。元王帝君が本当に？しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、元王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。
噂で聞いた怪しい奴ら。俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファドゥイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。ほっ。よっ。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるように、いくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また、噂を信じ、憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれないか。はあ、七星の言い方だとそんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんて、なんだかおかしいぞ。それに理由自体も急に考えたものみたいだし。まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし。神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。だろ。そうだ、操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。ほっ。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は皇天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では、天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか？ん？彼女、こっちを見てないか？旅人。うわ！本当にこっちを見てる！あれが魔人を倒したと噂の旅人か。若い。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。わあ。では、人探しのお知らせを。今日、わざわざ高校を使ってきたんよ。まさか、ほんまに岩王帝君に捧げるものやったとはな。まあ、これでライバルが一気に三人も減ったっちゅうことやな。リーユへの人間と仙人の関係は、どんな形になるんじゃろうな。
はあ、帝君が、ん？ところで皆さんはきっと私と同じ気持ちですよね。岩王帝君に関する記念品こそ今一番の勝機ではないでしょうか。岩王帝君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな、勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月券はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、どうりで勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラクスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーウェの岩王帝君だし何か知らないか。稲妻は一体何のために鎖国したんだ。それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関、それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神
の目は神の恩恵なんだろう。神の恩恵だからそれを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そして雷電将軍は永遠を追求する神。永遠の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で彼女はより永遠を追求するだろう。メガリレーを発表した時きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永遠だけが天理に最も近い。さて他に知りたいことは？では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。